俺だ。こんばんは、神田です。今日お昼に上げた動画にいろんな方からコメントをいただいて、本当にね、新潟県の方はお優しいなと改めて思わせていただきました。まあ、神田の方もね、まあ、できるだけ毎日上げさせていただきますが、無理せず、やっていきたいと思いますので、皆様本当にね、ご心配そしてお気遣いありがとうございます。で、今日は前から言っていたコーナーキックのことに関してお伝えしていこうと思います。まあ、視聴者の方からなぜね、新潟のコーナーキックがなかなか得点に結びつかないのかというご質問が来ていましたので、まあ、神田なりにご回答していこうかなと思います。で、その前に、昨日ですかね、ゲレス選手が契約満了という発表があり、優勝昇格と嬉しいこともあるんですけども、まあ、この時期が本当にね、辛いなと。ゲレス選手はリーグ終盤戦でようやく新潟のサッカーにフィットしてきた感があったんで、まあ、来シーズンも戦えていけるのかなと、一緒に戦ってもらえるのかなと思っていたんですけども、まあ、残念なね、発表となったんですけども、まあ、神田もそういうお仕事をさせてもらってて、まあ、この時期、これからですね、いろんな選手から、まあ、そういった、ご連絡いただくこともあるんですけども、本当にね、本当に、この時期はね、もう毎年ね、来るたんび、本当にね、こう嫌になるというか、辛い時期だなと、改めて思いますね。まあ、ですけども、ゲデス選手が活躍したことは、神田一生忘れないですし、まあ、ゲデス選手の思いも含めて、来年ね、みんなで一緒に、J1 で戦っていけたらなと思います。まあ、早速、コーナーキックに関することをお伝えしていこうかなと思います。で、神田が指導しているチームで、まあ、対戦相手のチームのゴールキーパーと、コーナーキックの時の守備戦術を前もって必ずスカウティングする。そして試合の時間帯を考えながらやることがコーナーキックは大事だと思っております。まあ、あくまでも神田が思っていることです。対戦相手のゴールキーパーが急激に曲がって落ちてくるボールに対応するのがあまり上手でないと分かっている時は、ゴールキーパーめがけてコーナーキックを蹴れと指示したり、あと時間帯では前後半の立ち上がり10分以内やハーフタイム間近は結構ね、コーナーキックから直接得点につながっていくんじゃないのかなと思います。あくまでも神田の感覚なんですけども。で、この時間帯は自分たちが守備してる時にも言えます。この理由は立ち上がりは相手のゴールキーパーと相手の守備陣が試合の流れと攻め手の流れを把握できておらず、どう対応すれば防げるのか瞬間的に明確にイメージができにくい、そういった状況になっているんですよね。で、あとは最近ショートコーナーを使いながらデザインしたコーナーキックを使ってタイミングをずらし、相手ディフェンスラインが乱れたところでセンタリングを上げていって、そこから得点していく。まあ、こういうパターンが各国のリーグでも多いと思います。
まあ、ここは後から説明していきたいと思います。でちなみになんですけども、コーナーキックから得点につながるパターンってどれぐらいの数字だと思いますか？まあ、パーセンテージで言うとどれぐらいだと思いますか？え、あ、25%。 違うんですよね。え、あ、15%。 いやー違うんですよ。え、あ、10%。 いや、それもね、また違うんですよね。まあ、正解は 5% と言われてます。あくまでも、国際大会での数字なので、まあ、ワールドカップとか、オリンピックの、まあ、そういった国際大会では 5% と言われてるので、まあ、J リーグとか各国のリーグではもう少し、ここの数字が上がってくると思いますし、そして高校サッカー、小中学生の大会ではもう少し数値が高いと思います。この図が新潟が主にコーナーキックの時に取っていた基本的な立ち位置です。攻撃が4人、その後ろに3人、カウンターを防ぐために後方に2人、この立ち位置を取っていたと思います。この図を見てもっとゴール前に人数を増やしていいのにと思う方もいると思うんですけども、新潟はカウンターを食らいたくないのでこの立ち位置を取っていたのかなと思います。同点負けてる時、時間帯によって立ち位置だったりゴール前の枚数は変わってくると思いますけども、基本この形かなと。黄色3が攻めとして残っているので、その人数プラス1が守備の人数、仮に相手の攻めがもう1人残っていたら守備は3人残ることになると思います。赤の2、3のどっちかが黄色の3をマークするかは1対1の強い選手、もしくはカバーリングが上手い選手が守備に残る場合が多いです。新潟なら甲選手、堀米選手がこの位置にいることが多いです。赤の7、8、9はどういうボールが来た時に誰が一番最初に飛び込んでいくかということを既に話し合っていると思います。赤の10はゴールキーパーの視線を邪魔する役目と、ニアに来た時に対応できるこの立ち位置に立っています。新潟の場合なら水戸選手、小見選手がこの立ち位置に立つことが多いです。次は新潟がコーナーキックを蹴る時の相手の守備なんですけども、黄色の2はニア、黄色の1は中央のスペースを埋める役割があります。黄色の6、赤の6、黄色の5、赤の5、黄色の4、赤の4はそれぞれマークすると事前に決めてきていると思います。黄色の7、赤の7、黄色の8、赤の8、黄色の9、赤の9もそれぞれマークしていこうということを、新潟と対戦するチームは常に決めていたと思います。まあ、これはマンツーマンマークをするときに、まあ、そういったね、守備を決めてきていると思います。またゾーンで守るときは、まあ、違った感じで守るんですけども、でコーナーキックから得点する場合はマークがしっかりできてないとき、マークのミスマッチが起きたときに得点が生まれます。守備はそのときに自分のマークとボールを見ないといけない。攻撃側はマークを突かれまいと必死に動き回るから、よくユニフォームを持たれたり体をつかまれたり揉めて審判が仲裁に入っていくというシーンは皆さんよく見ていると思います。新潟としてはどうしてもスタメンの平均身長がやや低いので、相手の守備の前でボールを触りたい、前で勝負したいというところがあると思います。ですけども相手選手の方が体が大きければ、最後の最後に体をぶつけて新潟の選手のバランスを崩せばいいと思ってるから、新潟からするとちょっと不利な状況なのかなと。まあ、コーナーキックとは違うんですけども、まあ、群馬戦で新潟が左からクロスを上げてきたところを水戸選手が飛び込んでいったんですけども、最後のところで群馬の選手が体をぶつけてきて、まあ、水戸選手が脱臼する怪我をしてしまうことになったんですけども、まあ、ああいったプレーを、まあ、常に相手の守備は考えていると思います。
最後の最後に体をぶつけて新潟の選手のバランスを崩せばいいと思ってるからこそ、最後はね、何が何でも体をぶつけてくる、体を張って守ってくることが多いです。なので、まあ、新潟からすると、まあ、コーナーキックをね、取れる回数は多いんですけども、まあ、体格的な多少不利な部分があるから、なかなか得点につながらないし、まあ、コーナーキックから失点することが終盤戦多かったのかなと思います。まあ、コーナーキックから得点を上げるためにどうしたらいいのかというと、町田のようにデザインしたコーナーキックをやっていくことも大事かなと。神田が見ていて、こういうショートコーナーを新潟がデザインしていけば得点チャンスが上がっていくんじゃないのかなと思って、そのシーンをお伝えしていこうと思います。湘南ベルマーレと横浜 F マリノスの試合なんですけども、コーナーキックを蹴る人にまずこの選手が寄っていく、パスを受けたら再度コーナーキックを蹴る人に戻していく、ここから一回後ろにボールを下げていく、その時に横浜 F マリノスのディフェンスラインが一気に押し上がっていく、それを狙ったかのようにコーナーキックを蹴った選手がディフェンスラインの背後に走り出していく、横浜 F マリノスの選手全員が騙されてしまい、この選手に対しての対応が遅れてしまう、まあ、新潟がコーナーキックから得点を上げていくのであれば、まあ、こういったね、デザインしたことをやっていく。来シーズン、特にね、カテゴリーが上がっていくので、1点を争うゲームが多くなるので、コーナーキックからでも得点をね、できるようにしていくことが大事じゃないのかなと思います。コーナーキックの、解説、こういった内容で良かったでしょうか。まあ、ちょっとね、わかりづらい部分があったと思いますが、わかりづらかったらまたコメントの方をください。わかりやすいように解説できるようにまた動画の方にアップしていきたいと思います。そして明日木曜日は21時頃からライブ配信していきたいと思います。ですけども、ライブ配信の内容を全く考えていませんので、まあ、よかったらこういう内容のことを話したい、みんなと語り合いたい、まあ、そういったコメントをお待ちしてますので、よかったら皆さんコメントの方に、企画内容の方を、ぜひコメントしてください。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。